昭和50年、雪の中でボールを追いかけるちびっこラガーたちです。これは盛岡市のラグビースクールの子どもたちで、一面真っ白なグラウンドでおよそ60人が汗を流しました。どの子も白い息を弾ませながらボールを懸命に追います。寒さを吹き飛ばすほどの熱気あふれる練習風景です。一方、こちらは練習の成果を披露する試合の様子です。これは秋田県と盛岡のチームとの親善試合で、県営運動公園を舞台に熱戦が繰り広げられました。試合は10分ハーフで、マメラガーたちの闘志あふれるプレーに会場からは大きな声援が送られます。ラグビーへの関心の高まりを受け、釜石でも少年ラグビースクールが開校し、ちびっ子たちが元気にグラウンドを駆け巡りました。一期生となる小学生25人は、楕円形のボールに悪戦苦闘しながらもパスの練習に取り組みます。付き添いの保護者も泥だらけになってボールを追う子どもの姿に盛んに声援を送りました。昭和50年代、ラグビーで盛り上がる岩手の風景です。